Yeah おっす。前にさ、このチャンネルの中では結構再生数が伸びた動画だけど、今年のクリスマスの日に、韓国で映画になりそうなぐらい猟奇的な殺人事件が発生したと話したことがあったけど、あれってその後どうなったの今も捜査が続いてるよ。じゃあ今回はその話をしてみようか。うん。まず前回のおさらいしようか。そうだね。まずこの事件の容疑者、もう顔と名前も報じられてるけど、32歳のイ・ギヨンっていう人で、去年の12月20日に、キョンギ道パジュシっていうところで、タクシーと 接触事故を起こしたんだよねこの時容疑者は酒を飲んでいて飲酒運転だったんだよねだから警察に通報されては困るということでタクシー運転手に対してお金をあげるからどうか見逃してくれと示談を求めてただお金は今ないから自宅まで一緒に来てくれと言ってタクシー運転手を自宅に連れて行ったんだよねそして自宅に連れて行くとお金を渡さずドンキで殴りつけてタクシー運転手を殺害したんだよね タクシー運転手も同乗したのか、お金が欲しかったのかわからないけど、事故が起きた時に、すぐに警察に通報していれば、こんなことにはならなかったのにね。人を殺すような人には見えなかったのかもね。実際この容疑者、普段は結構社交的で、コミュニケーション能力はそれなりにあったと言われてるよね。見知らぬ人と一緒に酒を飲んだり、彼女も常にいたというし、過去には結婚してたこともあって、人を殺すような雰囲気の人だったら、こうやって人も寄りつくことはないよね。それサイコパスの特徴だと言われてるよね。 外見はは魅力的的で社交的トークもも抜群ににに面白いいが関わった人間はみんんな騙さされれ不幸のどん底に突き落とされるとるるこう書いてあるからね実際韓国の警察も逮捕後、この容疑者はサイコパスであると、そういう鑑定結果を出してるからね。ちょっと話逸れちゃったけど、話を元に戻すと、それでタクシー運転手を殺害後、遺体を自宅のクローゼットの中に隠して、タクシー運転手が乗ってきたタクシーも、近くの空き地に移動して、ドライブレコーダーの記録も削除して、証拠隠滅を 測ったんだよねこれが12月20日の出来事なんだけど、犯人の異常な行動は、ここからさらに加速していくんだよね。タタククシシーー運運転転手手のののスマホを使っててて家族ととやり取り取してたんだだよよねままるるで自分はまだ生きているかか予想かのようにそう、家に戻らないタクシー運転手の家族が心配して、メッセンジャーアプリで連絡してくると、容疑者は、タクシー運転手のスマホを手に取って、忙しいから帰れないと、タクシー運転手になりすまして、その家族とやり取りを始めたんだよね。 連絡はテキストメッセージのみで、家族が直接電話で話をしようといえば、今バッテリーがなくて話せないと言い訳して、拒否してたんだけど、家族もなんかおかしいと疑い出して、事件から5日後の12月25日に警察に通報したんだよね。まあ5日も帰ってこずに、やりとりはテキストメッセージだけって、どう考えてもおかしいもんね。そうだね。一方、容疑者の家では、それと同じ日、クリスマスの日だよね。容疑者の彼女が、容疑者の家を訪れてたんだよね。容疑者はその時家にいなかったんだよね。

そう、容疑者は前の日に道で喧嘩して腕を怪我していてその治療のために病院に行ってたんだよね。それで一人容疑者の家にいた彼女は家で飼っていた猫に餌をあげようと餌を探していてそれでクローゼットを開けてみたら見知らぬ男性の遺体を発見してそれで警察に通報して事件が明るみになったんだよね。その時彼女が受けた衝撃は想像し難いものがあるよね。そうだね。トラウマとかそういうレベルじゃないよね。ところで容疑者は猫を飼っていたのか。そう、猫3匹 1> 犬1匹合計4匹飼ってたんだよねそんなにいたのかその犬と猫はどうなったのかもらわれたよ こういう場合って、当該地域の役所の方で、一時的に引き取るんだけど、その後もらい手がいない場合は、20日間経つと殺処分されちゃうんだよね。それで、動物には罪はないということで、動物愛護団体が、誰かもらってくれませんかと SN、SNS でお願いしたところ、4匹とももらい手が見つかったみたいだね。そうなんだ。それは良かったね。まあでも猫はともかく、犬は食べられてしまうのではないかと。ちょっと心配だね。そうだね。過去にも譲った犬が、犬肉にされてしまったっていう事件も実際に にあったからね、まあ、今回はそんなことはないであろうと信じたいけどね。またちょっと話取れちゃったけど、彼女の通報を受けて警察は、すぐに容疑者が住んでいたマンションに向かって、遺体を確認したんだよね。遺体は、その日の夜中に捜索願が出されていたタクシー運転手であることが分かって、すぐに逮捕状を取って、容疑者が治療を受けているとされる病院に行って、そこで32歳の男、イ・ギオンを逮捕したんだよね。逮捕後、取り調べによって判明したことがまたすごいんだよね。そう逮捕後取り調べでタクシー運 運転手を殺害した後タクシー運転手のカードを不正利用しただけではなく住んでいたマンション使用していた携帯電話クレジットカードあとチェックカードっていうデビットカードみたいなものまで全て他人名義元彼女のものだったんだよねそのことが分かって警察はこの彼女50代の女性だけどこの人の話を聞こうと探したんだけど見つからなくて容疑者に事情を聞くと実はその女性も殺害したと自白して事件は連続殺人事件へと発展したんだよねそれが前回までの話 だね、今は、どんな感じで捜査が行われているのか今は事件が明るみになった発端のタクシー運転手の殺害事件ではなくて、容疑者が住んでいたマンションの名義人、元彼女の殺害事件についての捜査を中心に行っている感じだよね。というのも、この女性の遺体がまだ見つかってないんだよね。容疑者は、どこに遺体を置いたのか自白してないのか自白したんだけど、コンルン川っていう川の河川敷に埋めたと言ってたんだけど、その場所を調べてみてもないんだよね。で、凶器も見つかってないんだよ。なぜない ののかか嘘をついていてたのかその可能性もあるけど、ただ逮捕後、容疑者のパソコンを調べてみたところ、コンルン川水流とか、パジュシ変死体とか、そういう検索ワードで調べていたことが判明してるから、本当にその付近に遺体を埋めた可能性はあるよね。パジュシというのは事件が起きた地域の名前か。そう、そこで自分が殺害した彼女の変死体が見つかっていないかを検索して調べてたんだよね。 自白した場所がピンポイントで正しいかは分からないけど、少なくともパジュシ市内に埋めたというのは正しいかもね。あと容疑者は、遺体を8月7日に埋めたと言ってんだけど、その後、韓国で洪水被害が出るぐらいの大雨が降ったことがあって、その時に遺体も一緒に流されてしまったのではないかとも考えられていて、それで川の下流でも捜索が行われてるみたいだね。なるほどね。まあでも遺体と凶器が見つからないと、 殺人の立証が難しくなって、裁判でややこしいことになるよ。だから今韓国の検察も、状況証拠をかき集めていて、最悪それで容疑を立証しようと、そういう感じで進めてるみたいだね。それで立証できそうなのか一応容疑者が暮らしていたマンションの部屋から、血しぶき、血痕が見つかってんだよね。それを DNA 鑑定したところ、そのマンションの持ち主である、元彼女のものであるってことが判明してんだよね。 ちょっと待って、元彼女って遺体見つかってないんだよね。なんで DNA 鑑定できるのなんか病院に彼女の DNA を採取できるものがあったらしくて、血液かなんかかな。よくわかんないけど、それを利用したみたいだね。そうなんだ。そういう手もあるんだ。あと容疑者のパソコンを調べたところ、女性を殺害する前に、飲めば死ぬ農薬とか、毒薬とかを何度も検索していた履歴も確認されていて、計画的に殺害しようとしたことを裏付けるような記録も見つかってんだよね。完全に計画的 参考だね。あと、携帯電話のロックを解除する方法とかも調べていたことも分かっていて、実際にそれでロックを解除してインターネットバンキングを通じて、被害者のお金を自分の口座に移したりもしてたみたいだね。これは完全に計画的な強盗。殺人事件だね。罪は重いよ。 ところで最終的に容疑者は被害者からいくらぐらい奪ったのか今わかってるところとしては二人の被害者から1億ウォン以上日本円で1000万円以上奪っていたことがわかってるよね二人ともそんなにお金を持っていたのか現金だけじゃなくてクレジットカードとかの不正利用も含めての金額ね元彼女は銀行に数千万ウォン日本円で数百万円のお金があったみたいで容疑者はインターネットバンキングを通じてその元彼女の口座から3930万ウォンを自分 の口座に振り込んで、あと、元彼女のクレジットカードで4193万ウォンを使用したとと言われてるよね。あとタクシー運転手の携帯電話とクレジットカードを利用して、769万ウォン相当の物品を購入して、4500万ウォンの融資を受けたと言われてるよね。さらに、元彼女が所有していたマンションも売り飛ばそうとしてたみたいだけど、それは失敗して、代わりにマンションの売買契約書を偽造して、それを担保に自分の父親から1000万ウォン借りたりもしてたみたいだね。あと今回の 殺人事件とは関係ないけど容疑者は去年架空の事業者架空の売上資料を作ってコロナ給付金1000万ウォンを不正受給していたことも分かってんだよねお金のためにどれだけ多くの犯罪を犯しているのかところでその容疑者には前科はあるのかあるよ飲酒運転で4回捕まってんだよね 去年の1月までは刑務所に入ってたみたいだね。飲酒運転4回ってすごいね。全く反省する気なしって感じだね。今回も飲酒運転が原因でタクシー運転手と接触事故を起こしたんでしょそうだね。 その日は、今付き合ってる彼女の両親と会って、彼氏ですと紹介されてたみたいだけどね。そんな大事な日に飲酒運転をしていたのか彼女は止めたみたいだけど、それを聞かずに飲酒運転して帰ったみたいだね。最低の人間だね。そういうすさんだ行動を見ると、今回の2件の殺人事件以外にも余罪があるのではないか一応警察は、過去1年間、容疑者が携帯電話で接触したことがある人、380人を調べたところ、全員生存が確認されていて、過去の3 解決事件で採取された DNA の中にも、イ・ギオンと一致する DNA はなかったと言ってるけどね。そうなんだ。 ま、この事件については、かなり闇が深そうだから、また何か新しいことが分かったら、動画にしてよ。うん。ただこういう殺人事件の話って、広告がつかないから、視聴者の皆さん、もしよければ、スーパーサンクスなどでご支援いただけると幸いです。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところで終わりにしようか。うん。それでは皆さんまた次回。チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。